山本五郎作。陽気な客1中井天聖が死んだのを知っているかい知らないってあののんべいの中井天聖だぜ君が知らないはずはないんだがなな7日7よ。酒を飲まずアポロンの奏でることを聞かず肉を食らわず 妊婦を抱かぬ。天聖よ、お前の顔は、落ちぶれたバッカスのようだ。この羽唄を作ったのは君じゃなかったかね俺はそうとばかり思ってたがね。あなんだ、今度はカストりか。ビールは一本切りか。ちぇ、割と君も大したことはないんだな、周五郎。君なんぞ景気がいいと思ってたんだが。 平均して月にどのくらいになるかね五千くらいかねふー、うん。いや、そうだろうな。そのくらいのもんだろうな。うん。いいよ、飲むよ。ところで、酔っちまわないうちに話すんだが、十八枚ばかしの短い小説の種はないかねライトモチーブの娯楽性のある筋が欲しいんだ。ある雑誌から頼まれたんだが、 娯楽性のある小説なんて俺にはかけやしない。俺はそんなものを書くために苦労してきやしないんだ。けれどもその雑誌社にはちょいとした義理みたいなものがあって、そこにはまた訳もあるんだが、実はそれに金も多少はいるにはいるのさ。と言ってみたところで些細なものなんでね、そのために俺が娯楽物を持って回る理由はない。 君とはそこは立場が違うんだ。俺としてはそこまで品性を下げたくはないんだ。うん、ついでくれ。どうやら少しばかり人間らしくなってきたね。久しぶりだもんだから胃袋のやつびっくりしてるんだろう。それほどにはしけてるというわけもないんだがね。このところ腎臓が悪いような具合だったのさ。女房の奴が再来月またこうむし。 先月は先月で一番上の娘が入院しちゃってね。そんなご体操なものでもなかったんだが。俺たち自由主義時代に育った人間は子供に甘くってダメだ。君、病院なんて言ってもこの説は君、どうして馬鹿にはならない。本当に知らないかね、中井先生を。そうかなそんなはずはないと思うんだがな。 本当に知らないとすれば、君は不幸だ。中井天聖。俺は涙が出てくる。幼いさんが土曜劇場だったか、自由劇場だったか。いや、土曜劇場だな、確か。あれをやっていた当時のことを知ってるだろう。それと対抗して、人間劇場というのを主催していたのが中井天聖さ。詩も書いたらしいが、 シング風の一幕ものではかなりな評判をとっていた。一体誰が馬鹿だという一幕ものなんぞ、俺は今でも忘れることができない。上演した時は劇団が悪かったもんで、ある批評家から下作者であるなんという下劣なことを書か,かれ、酔っ払ってそいつのうちへ押しかけていったこともある。あの頃はみんな純粋だった。金もない品もないが、 みんな頭には月桂樹の冠を被っていたからね。君なんぞとは違うんだ。君なんぞは、能め、周ごろ。くよくよするな。俺の頭には学問はない。が、詩が詰まっている。天聖はよくこう言っていた。右手の指で額をコツコツ叩きながら、こんな風に目をすぼめてさ。詩が詰まってる。 そして、どこかへめり込んでしまった。うん。消えちまったのさね。死のいっぱい詰まった頭を持ってさ。世間には生きてるうちはわいわい騒がれて、死ぬと途端に忘れられちまう人間がある。また生きてるうちは目立たないで、死ぬと急に偉くなるやつもあるさ。彼はそのどっちでもないがね。ということはつまり、 彼は中井天聖だったわけさ。だが俺はその頃はまだ彼を直接には知らなかった。彼の擬曲を読んだり、彼に対する批評やゴシップを見たりした程度らしい。そして彼の名がジャーナリズムから消えるのと一緒に、俺もすっかり忘れてしまった。そうだ。すっかりだ。綺麗に忘れてしまったものさ。くだらねえ。なんだ。アポロンのこと。 妊婦の柔肌。肉と酒と踊りだ。ギリシャ人が幸福だったのは知的漆黒から自由だったからさ。いいよ余計なことを言うな。まだ酔いはしない。俺を酔わしてくれるようなものはこの世にはない。冗談じゃねえ。俺はな、こう見えても、俺たちはみんな管理院へ入るよりも養老院で死ぬことを誇りとしたもんだ。 お前なんぞは俗物だ。なっちゃいねえぞ。まあ、飲め。少しばかり愉快になってきた。二。俺があの時東京を逃げ出したわけは言いたくないね。理由を言えばそこには色い々ろいろ複雑なこともあるが、恋愛問題などと言っても単純に説明はつかない。逃げ出したとも言えるし、 放築されたといえば言えなくもないんだ。それで、妻の大村さんの家へ転げ込んで、ちょうど大村さんはオレゴンの支店長になってアメリカへ行っていた留守のところさ。それだもんだから俺は留守番のようでもあり、また夫人の護衛役のような立場でもあればあれたんだが、俺としてもそこまで品性を下げたくはなかった。とにかくそこは、お互いに何でございますもの。 らにしして遊んでらっしゃいませな夫人もこう言ってくれたんだ。あたくしもこんな性分なんでございますからそこはまた何かとあれでございますし本当に自由なお気持ちで文学の方面のことなどなさいますよ。鼻にかかったような声で片方の手で後ろ髪のところを触りながらこう言ってくれたもんなんだが俺としては気楽な気持ちなんていうわけのものじゃなかった。 文学の方面なんぞというような、そんな問題じゃないんだ。それで、神戸や和社という怪しげな雑誌社へ入った。怪しげというか、いかがわしいというか、どっちかといえばやけくそ見たような雑誌であり、雑誌社であったものさ。その社は、元町通りと境町の電車通りとをつなぐ、狭い横丁の喫茶店の2階にあった。 もちろん古い木造の日本建築で、表に面した六畳二間をぶっ通して、古畳の上に机と椅子を並べたのが編集室なんだった。窓は関西地方によくある縦茂格子がはまっていたし、日差しは深く垂れているし、横丁を隔てた向こうも同じような二階屋で、できるだけ日光や通風を妨害するような仕掛けになっているから。 暗いのとじめじめする点では苦情を言うところはなかった。九月の二十日あたり入社したんだろう。社長は割方俺の立場というものに同情を感じたらしかった。彼は五尺あるかなしかのと男で、焦げ茶色にもなり青黒くもなる顔色の骨ばかりのように痩せた。そして鼻の下にちょびひげを立てたという風体なんだ。 少しばかりは出っ歯だったかもしれない。いつもちょこまかと出たり入ったりしては、甘ったるいような声でよほど社長めいた口を聞いた。せいやよってに、今月はもうおなんやよってに、月給は10月分からきちっとあげますさ。こう言って彼はちょびひげをなで、そしてちょびひげをなでながら、俺を連れて行って、机に向かって何か書いている三人の男に紹介してくれたんだ。 こちらが編集局長の田口四郎班。こっちゃが主筆の中井五郎班。これが総務の福地六郎班というわけさ。俺は五郎班の部に所属して、随時に編集局と総務部の応援をするという割り当てだったんだが、詳しいことは今は言いたくない。田口四郎氏は、俺はあえて今でも死と呼ぶことを恥じない。 美しい口ひげの面長で色の白い美男子であった。ものを言うときに唇がちょっとばかり歪まるんだが、静かなおっとりした調子で話すのがいかにもお人柄で、そんな風な雑誌社にいる人間とは見えない。実を言えば、と言っても俺も聞いたことなんだが、死は前に名古屋新聞のどの部下で部長をしたこともあり。 その時も実際の席は神戸何菓し日報の某部長だったそうだ。何かしらちょびひげ社長と引っ掛か,かりがあって、そんな編集部へも名をかしていたもんなんだろう。死は三日に一度ぐらい来て、二時間ばかしいて帰って行かれた。では、中井さん、お頼みします。おっとりとこいって、片方の手に手かばんと細身の塔のステッキを持ち、 片方の手に黒いベルベットの帽子を持って帰って行かれるんだが、その歩きつきがまた一足一足ゆっくりとかみしめるような具合で、何とも言えず優雅な意味慎重なものなんだ。俺もいつか一度はあんな具合に歩いてみたい。福ク総務は何者でもなかった。ちょっと表へ出ればそこらで嫌になるほど見られる人間の一人さ。 彼はあらゆる雑用を引き受けて、それをみんな俺に引き渡して、自分はいつも机の上へ突っ伏して眠っていた。机の上に鼻息だかよだれだか知れない水たまりができるくらい熟睡するんだ。が、彼が社長のスパイだったということは、後で分かったさ。さて、中井五郎なんだが、これには驚いた。初めて社長に紹介されたとき、 彼はねじり鉢巻きをして椅子の上にあぐらをかいて、その椅子の右側に一生瓶を置いて、そいつを湯のみ茶碗についでぐいぐい飲みながら原稿を書いていた。実に何と言ったらいいか、要するにそんな風に編集所にはぴったりしすぎて、かえって不自然なくらい傍若無人な様子だった。ふん、君も東京の落ちうどか。ふん。 その時彼はこう言ってニヤッと笑った。いい顔なんだ。実にいい顔なんだ。近頃のサトミトンの顔をもう少しばかりしけさせて、苦痛と大敗の薬味を加えればいいかもしれない。彫りの深い、目のギロリとした、とにかくただものでない顔なんだ。君も東京の宇宙とか、ふん、こう言ってニヤッと笑ったんだが。 その時のギロッとした目と真っ白な鳩を、俺は忘れることができない。三。俺は妻の家から毎日その車へ通勤したさ。お前なんぞは信じないだろうが、俺とすればそういう場合には正金なんだ。八時半には毎朝きちんと出社した。こういうことは文学精神とは根本的に違うんだ。 また旅たと飾り文字を書いた喫茶店の両開きの扉を開けて入る。テーブルや椅子の並んでいるデコボコの土間を突き当たると、そこに広い階段がある。俺は靴を下駄箱を入れて、その階段を上ったり下りたりしたわけなんだが。階段を上がった廊下の左側、つまり表に面した側に編集室があり、それと対して廊下の右側が社長室になっていた。 十条くらいの日本まで、昼間のうちは彼はそこで社長事務を取り、大概は留守であるが、夜はそこを寝室に使っていた。夫婦の居間は会下の奥にあって、サイ君はそっちに寝る習慣であるらしい。社長はそれがお互いを尊重する文化的な寝方であり、同時に検体の生ずるのを防ぐ合理的な手段だというふうに自慢していたもんだった。 それは一面では真理であるらしい。その後、どこかで俺もそんな記事を読んだことがあるようにも思うんだが、しかしそれはそれとして、彩君はその方法について全面的には賛成ではなかったようだった。話はやっぱりその点に触れておかなければならないんだが、つまり社長とイ君の関係なんだけれども、彩君というのは四十二三になる大女で、 容積と重量では荒まし社長の倍くらいはあった。額の抜け上がった尖った頬骨の口の大きな目のギラギラした、何ともいやらしい狐のような顔で、人間の貪欲と無知と告白を一つに集約したようないやらしいヒステリオナだった。彼女は元割とすれば中くらいの下流界にいたということだ。 軍曹か総長あたりの未亡人でもあるらしい。五六年かあるいはもうちょっと前に現在の喫茶店を開業し、そこにはそこにあるような助給を置いて、けたたましく儲けたもんだという。まあ、かなりな貯金ができたわけなんだが、そこへちょびひげ社長が現れた。俺とすればこんな下劣な話はしたくない。が、 ちょびひげ社長はそのちょびひげと各種の秘密文書等を巧みに活用し、ついにどんよくとむちと告白の塊であるそのヒステリー女を牢絡したわけさ。あなたのような類のない夫人がこんな低級な営業をしていらっしゃるのは自分としては心外に耐えない。実にそれはあなたご自身にとっても一般社会にとっても軽くない損失であります。 こんなことも言ったもんだろう。一つ自分と協力して文化的であり、高級的であり、しかもボロい事業であるところの雑誌社を経営なすってはどうでありますか。そうなれば、資業経営についての剣馬の老は言うまでもなく、自分はこの肉体も精神も上げて、あなたのために忠誠を尽くすでありましょう。こういうようなことも言ったんだろう。いや、 確かに言ったらしい証拠には。ああ、はいやらしい。俺はヘドをつきたいみたいような気持ちになってきた。おい、ぐっとついでくれ。前にも言ったように、俺は8時半には車へ出る。それからたった一人で薄暗いジメジメした編集室の足のガタガタする椅子にかけ、これもガタガタ揺れる机に向かうわけなんだが、その時の裏さびれた頼りない気持ちときたら、 何ともかとも。だが今ここでは何とも言いようがない。また時にはそこに中井主室のいることもあった。主室は酔いつぶれて自分の家へ帰れなくなるんだ。そこですっかり擦り切れたような毛布にくるまってごろ寝をしているんだが、それだって俺の気持ちの救いになる道理はないさ。とにかく中井主室がそこに潰れていようといなかろうと、 俺はしばらくはガタガタの椅子にかけてしぼんだような顔をしているんだろう。すると、社長室から妙な声が聞こえることがある。その時によっていろいろな声なんだ。一定しているようでありながら一定していないんだ。ある時は明らかに女性の声で、いやんというふうなものが聞こえたが、それは間違いなしに鼻の中で発音された声であった。君、 試しに舌を動かさないで鼻の中だけで言ってみろ。いやん。ごく短く、いやんと言うんだ。そうかと思うと、キキッキッという見たような声だの。またその他の。つまり各種の。社長室から何の声も聞こえないし、物音もしない時がある。すると決まってあのいやらしいサイくんが編集室へやってくるんだ。 青いというか白いというか、灰色じみてこわばった引きつったような顔で、ちばした目をギラギラ光らせて、バラバラな乱れ髪でさ、寝巻きの裾をだらしなく引きずって、そうして俺のところへ来て噛みつきそうな調子で聞くんだ。あんた、うちの社長知ってやないか。上と下の歯がむき出しになって、そいつがガチガチとなるんだ。 白くなってカサカサに乾いた唇がまくれ上がってるんだ。俺とすればそれほど気が弱い方ではないつもりなんだが、それにしても二三度は椿を飲み込まないとすぐには返事ができなかった。言ってみれば社長はその時すでに他に女があったものさ。寝室を別にしたのも文化的であり、同時に検体からお互いを防衛する手段である以上に。 サイ君の目を逃れてその女のところへ泊まりに行く目的も多分に含まれていたらしい。そこで、俺の立場として実に当惑するようなことが始まった。というのが、ある朝のことなんだが、そして社長室で例の理解し難い音声の聞こえた後のことなんだが、そうだ、薄い絹かなんぞをキュッと引き裂くような声が三度ばかり聞こえて、 それから十分ばかしたった頃なんだったろう。突然その部屋で、サイくんの叫び声が起こった。嫌なら出て行きなさい。出て行きなさい。さあ出て行きなさい。こういう悲鳴のような叫びなんだ。ここはあてのうちや。あるもんもみんなあての銭でこうたもんや。あんたのもんは何一つあれへん。造作もないこっちゃ出て行きなはれ。 でなはれえな出てかんかいな社長の声はほとんど聞こえない。何か言ってることは言ってるらしいんだ。ぼそぼそ声はしているんだが、何を言ってるかは聞こえなかった。サイ君は激烈なヒステリーを起こしたと見え、むしゃぶりついてひっかいたらしい物音がした。悔しいああ、悔しい文化的事業のなんぞのと人をはめやがって。 あんな汚らしい雑誌がなんや何がボロい儲けやうまいことぬかしくさって、初めからあての貯金ちょろまかすきやったんやろ出て行けそしてあの、ぬすっと甘と寝腐れわいが悪いって、この通りや。こらえてくれ。この通りや。今度は社長の声が聞こえてきたんだ。あの女とはもう会おわん。こらえてくれ。 この通りや。俺は椅子から立って足音を忍ばせて階段を降りた。すると階段の一番下の段に中井主室が腰掛けていて、こっちへ振り返ってニヤーッと笑い、それから片手に小さな風呂敷包みを抱えたまま立ち上がって、社長が聞いたら帰ったと言ってくれ。こう空きの方を見ていっか。 階段のすぐ脇のところに奥へ通ずる板敷きがある。そこに花ちゃんという女中と喫茶部の女給の宗子が立っていた。彼らもそこで二階の騒ぎを聞いていたものなんだろう。中井は俺の方へ出ようと言って下駄を突っかけてさっさと外へ出て行った。痩せた肩の一方を突き上げ古びた袴の裾を引きずるような格好でさっと扉を開けた姿は 今でも俺の目には比較的鮮やかに残っている。主室は俺をすぐ近くの居酒屋のようなうちへ連れ込んだ。彼は馴染みと見えて、まだ掃除もしていない時刻だったが、髪をつくねた色の黒い中年の女が出てきて、酒の支度をしてくれた。君とは一んゆっくり飲もうと思っていたんだ。今日は一つ楽しくやろう。しかし、 社の方はいいんですかああいう特別演出のあった日は休みと決まってるのさ。今日はあのちょびひげで一日中名動作のご機嫌を取り結ばなくちゃならない。我々がいては帰って邪魔になるんだよ。そこで俺たちは飲み出したのさ。主室はコップで鮮やかにクックッと飲む。乱暴なんだが少しも乱暴のようには見えない。 左手の肘を台について、指先で頭を押さえ、右の肩を落として少し斜に構えた姿勢なども、風格的なんだ。酔いが回り出すと、あのギロリとした目が、熱を帯びたようになって、いよいよただものでないという感じが強くなった。うん、そうか。文学をやるのか。よかろう。いや、そんな、文学なんていう、そんなその、 照れるなよ、みっともない。文学なんて、そんなに照れるほど大したもんじゃない。俺は魚屋をやる。俺は八百屋になる。同じこった。照れたり恥ずかしがったりする意味なんか、ちっともありやしない。さあ、君の文学のために乾杯しよう。そのうちを出て、四五軒ばかりはしごをしたもんだろう。俺はかなり酔っちまっていた。 そしてだいぶメソメソやったらしい。何でも狭いごたごたした酒場でビールを飲んでいた時なんだが、俺は何かしきりと主質に対して非難していた。非難というよりはまあおべっか見たようなものさ。中井さんほどの人がこんなところにうずもれている方はない。どうしてあなたはこんな風に倒壊しているのであるか。まあ、そんなようなことを。 しかも熱情を込めたみたいに並べ立てたんだ。すると主室は少しばかり青くなってきた顔を上げ、唇の周りを手で引っこすりながら言った。君はいつから俺だということを見抜いていたんだ。あなたをですかそれは見抜いたと言ったって、俺が中井天聖だということをさ、いつから見抜いていたんだい 4俺は当惑に打たれた訳が分からなかっただって中井転生などという名前が何を意味するか全然まるっきり見当がつかなかったからだ人間が狡猾に立ち回るということは一般的には美徳とは言えないんだろう俺としても心構えとしてはそう思うんだがその時は俺は狡猾に立ち回った それについては責任を回避しやしない。俺は恥ずかしいと思う。が、結果としては俺は密かに一日一膳であると今でも信じているんだ。僕は嬉しい。そうか、君は覚えていてくれたんだな。そうか、僕は嬉しい。僕もまだそれほどには忘れられてはいないんだな。中井主室はこう言って、 ポロポロと、本当にポロポロと涙をこぼした。そのいくつぶかがコップの中の飲みかけのビールの上へ落ち込むのを眺めながら、俺はますます途方に暮れ、さればこそますます狡猾を漏さずにはいられなかったわけなんだった。その晩は西のバスへの方にある板宿というところのゴミゴミした裏長屋の中井天聖の家で泊まった。 どこをどうしてそこまでたどり着いたものか。目を覚ますと、一つのヤグの中で彼と一緒に寝ていたわけさ。雨戸を閉めなかったので、障子の上のところに一尺ばかりの幅で日光が差している。ハエが一匹、どういうつもりかしきりにその日の当たっているところで、コツンコツンと障子の髪に体当たりをくれている。俺はなんとなく、ロシアの小説の中に出てくる、 頭を壁へぶっつけて死にたいという言葉を思い出して、それを思い出したこととは別に関連もないんだが、ぐるっと部屋の中を眺め回しなどした。一人暮らしの中年の男の投げやりな部屋というほかには、今取り立てて君に話すような景色ではない。が、そのうちに壁際におつけてある机の上の安い瀬戸物のブックエンドに挟まって、 十四五冊の薄っぺらな雑誌が並んでいるのを見つけた。それが神戸やわでないことは確かだし、背中に印刷してある活字がどこかで見たことのあるような感じなので、ちょっと手を伸ばして三冊ばかり取ってみたのさ。それは新演劇という一頃ちょっと知られた同人演劇雑誌で、俺も読んだことのあるものだったんだ。だがまだ何も気がつくわけはないさ。 のんきなつもりで一冊の目次を開けて眺め、放り出して二冊目の目次を眺めた。するとそこに、一体誰が馬鹿だ、という一幕ものの戯曲が載っているのを見つけたんだ。俺は少しよってきたらしい。このカストりは大丈夫なんだろうな。メチールの入ってるやつは臭くって、こっちの精神さえ大丈夫なら本来が飲めた代物じゃないはずなんだってな。 そうとすればこいつは大丈夫は大丈夫らしい。ついでくれ。それから死後日は中井天聖はひしゃげたような顔をしていた。そうして例の一生瓶から酒を湯のみ茶碗へついで、椅子の上にあぐらをかいてねじり鉢巻きをして、ガリガリとペンの音をさせながら原稿を書いていた。それが、これは言いたくはないんだが、 原稿と言っても実は恥ずかしくて顔のあからむのを誰だって拒絶することができやしない。そうじゃないか。神戸屋はという使命そのものでわかってる話さ。親は子に隠し、子は親に隠さなくちゃ読みえない。つまり、ちょびひげ社長が文化的ボロ儲けと見当をつけたところさ。 しかしあのいやらしいヒステリー女房にまであんな汚らしい雑誌とののしられ、大してはボロいこともなさそうなんだが、実はと言ってもこれも後で聞いたことだったが、社長はその雑誌をうまく利用して高値でインチキな秘密文書を売るとか、または他人の記事を嗅ぎ出して原稿にし、それを種に金品を。ああ。 俺はまたヘドをつきたくなってきた。中井天聖はバリバリガリガリと猛烈に原稿を書いた。あれから四五日はそんな風で、俺には口もきかないし顔を見るのも嫌だというような具合だった。あの晩俺とあんな風に感動したり、涙をこぼしたりしたことが恥ずかしかったものなんだろう。俺としてもかなりな程度には同じような心持ちだった。 それだもんでこっちもなるべく当たらず触らずという態度をとっていたことはいた。けれども気持ちとしては何と言いようもないんだ。中井天聖。中井天聖。もちろん彼の才能にどれだけの価値があるかは知らない。そんなことは誰だってわかることじゃないんだ。現にも生きてるうちは文学の神様だなんて言われていた人間が、 死ぬ途端に先輩や仲のいい友達からまで悪口を言われたじゃないか。それだってその人間はその人間だったんだ。それだけは少しも変わりはないんだ。天性だって一頃は中央の分断で作品を認められ、小さいながら劇団を主催したこともある。価値のかんは別として、中井天聖は中井天聖であったんだ。それが君。それが、 そんな土地へめり込んで、薄暗いじめじめしたゴミためのような編集室の隅で、椅子の上にあぐらをかいて、ねじり鉢巻きで、茶碗酒をあおりながらバリバリガ,リガリガリとペンの音をさせながら、そんなような、思わず顔のあからむような原稿をかいているんだ。俺は泣きやしない。人を馬鹿にするな。これはそんな、 メソメソ泣くような、そんな軽薄なもんじゃないんだ。福地総務はうつぶしになって、机の上へ水たまりをこしらいながら眠っていたのさ。田口氏は三日に一度ぐらいずつ来て、何かかにかして、では中井さん、お頼みしますと言って、片手に手かばんとステッキ、片手に黒いベルベットの帽子を持って、おっとりと一歩一歩、 お人柄に帰っていった。俺が何をしたかということは一言では言えない。ただ原稿を書くこと以外は。なぜって幸い俺にはまだそんなようなものを書く手腕も原式もなかったから。それだけはしなかったが、それ以外の全てのことをやったわけだろうさ。俺は印刷工場へも使いをした。その工場は、 阪急線の石屋川というところにあったんだが、そこへ行くと幾度かしら近くの飯屋で昼飯を食べた。なんとも言いようのない食べ物だった。おまけに窓から向こうに六甲の山が見える。まるで真空のように空気が澄んでいるからなんだろう。山のしらちゃけた岩肌やところまだらな松林なんぞが、目に痛いくらい鮮明に見えるには弱った。 秋というと突然見たようだが、そんな風な悟ったような、透明な秋の山なんぞというものは、その時の俺の立場としては共鳴するわけにはいかなかったんだ。俺は今だってそんな秋の山なんぞは見たくない。ひとつ今夜いっぱいやるか。ある日の帰りがけに我慢を切らしたというような顔つきで中井天聖がそう言った。 子供が親に何かねだるときのような、こっちの顔色をうかがうような顔色だった。僕は今日は小遣いを持っていないんですが、何僕だって持ってやしないが、感情の効くところがあるから大丈夫さ。その点は僕が、これさ。天性はこう言って、右の手で胃袋のあたりを押してみせた。 そしてあれ以来、初めて二人はその晩一緒に飲んだんだが、その晩のことだけを切り離して紹介するわけにはいかない。ブルータスよ、オンミモか。こんな風な気取ったようなセリフを彼は言ってみせたものだったが、それだって一度きりのことではなし、その後はほとんど毎晩のように繋がっては飲んだもんなんで、彼はいつかしら俺にも感情のきくうちをこしらえてくれた。 んだだのったとっってなんだ一体谷崎潤一郎が何者なんだ笑わせるな。俺は日本の分断なんぞ相手にしているんじゃねえんだぞ。え、け、ほも。俺はこう見えても中井いい天性だ。天性はギラギラと熱っぽく目を光らせ、右とか左とかどっちか側の肩を突き上げながらこう言うんだった。 意気健康、腹痛不当、小眼喫立。多少めちゃくちゃな感じかもしれないが、俺としても無関心ではいられなかったさ。俺は敗北した。それは認める。しかし、敗北にこそ真実のあるということを知っているものがあるか。言ってみろ。我々の文学精神は破滅を信ずるところに立脚しているんだ。気をつけろ。 俺が敗北したままじっとしていると思ったら大間違いだぞ。それから天性はまたよく歌を歌った。キズタの冠を阿弥陀にかぶり、バッカス、お前はファウンのおも。こういったようなわけの知れないものだの。わざといやしい低級な流行歌だの。その他各種の歌だった。 そしてあんまりやかましくって周囲の客たちに悪いと思って、俺がちょっと注意したりすると必ず機械な身振りをして、ブルータスよ、おんみもか、といい気持ちそうに言うわけだった。こんなことを言うとこしらえたように思うかもしれないが、中井天聖の様子が次第に風格を帯びてきたと言っても、俺は両親に恥じない。 彼はめきめき彼らしくなっていった。熟すべきものが彼の内部において熟し始めたんだろう。彼は彼自身を取り戻したばかりでなく、今や取り戻した彼自身の上へよじ登ろうとさえするように思われた。僕には学問はない。天性はこう言って、右手の指先で額をコツコツと叩き、ごく秘密なことを打ち明けるかのように、 にやっと笑いながら低いささやき声でこういうのであった。が、この中には詩が詰まっている。彼はしきりに文芸雑誌の創刊をもくろみ出した。そろそろカムバックしても早すぎはしないと言った。彼には、その頭脳の中には、いくつかの大きな長編小説と、 っぺんかの戯曲の構想がすでに完結しているのであった。やろう、君。俺もライフワークを始める時期には時期なのさ。なすべきものを持っていてなさないのは罪悪だ。我らの旗を掲げよう。五。これらの間に俺は彼について多くのことを知った。 中井天聖は、ジャーナリズムから消えて以来、浅草の何がし座で文芸部長をやったり、他の劇団のレパートリー顧問になったり、また、喜劇一座と旅回りもしたものらしい。その頃に西君とは別れて、浅草の何太郎とかいう名義に恋され、その名義は彼のために見抜けとかいう冒険をあえてして結婚し、旅回りなどにも一緒について回ったのであるが、 現在彼女は元の土地の浅草で、ある格式の高い待ち合茶屋の女中頭をしながら、彼の呼び寄せるのを待っているということだった。だが僕は彼女を呼び寄せる気はない。僕は今そんな安楽なことなんぞ考えちゃいないんだ。天性は俺に何度もそう格言した。僕の野心はそんなちっぽけなものじゃないさ。 この野心のために、お抱くと絶望と貧困を耐え忍んできたんだ。僕は人情的であるわけにはいかない。彼女は彼女として、僕は雑誌の代を人間芸術と決めようと思う。俺はひどく酔うと、たびたび天聖のうちへ泊まったもんだった。電車がなくなって、 兵庫辺りから夜更けの道を歩いて帰ったことも珍しくはなかった。その途中に、柳が途切れて空き地続きになったところがある。右も左も荒れた草原で、いかにもバスエらしく、やたらに紙くずだの空き缶だのの人海が汚らしく捨ててあるんだ。到底浮いた気持ちになれる景色じゃないんだが、そこへ持ってきてコスモスがずらっと咲いていた。 横まにみんな倒れている。倒れたまま咲いているのや、倒れたところから起き上がって咲いているのや、実にしだらもない乱利たるありさまなんだが、こいつが道に沿ってどこまでも咲いているには降参した。こっちは酔いしびれて裏がなしくなって、だからこそつけ元気でやけくそな歌を歌ったり、傲慢なことをわめえたりしているんだ。 それこそ破壊的な気分でいるところなんじゃないか。そこへ星明かりの暗がりから、ぼーっとほのじろくコスモスの花が見えてくる。捨て散らしてある人海、紙くず、そしてほのじろく新と、どこまでも続いて咲いているコスモス。花には特別の罪はないのかもしれないが、 俺はこいつだけにはどうしたってシャッポを脱がずにはいられない。天性はだんだん深酔いをするようになっていった。俺の初めての月給、つまり10月分の月給は一枚の計算書だった。袋の中には他に何も入ってはいなかった。そうしてその計算書の一番下には赤い字で束縛の金額が書いてあったものさ。 これを要するに飲み屋と弁当屋が感情をとっていったんだが、その結果として赤い数字だけ俺の月給からはみ出たというわけなんだ。俺としては失望でもあり不満なような気持ちだったが、よく世間で言う赤字何々というのはこのことなんだと知って、少しは教訓も得たような感じだったと思う。天性はその点もっと状態がいけなかったらしい。 会計といっても社長の才君なんだが、は、飲みやその他の彼の感情をみんな拒絶した。つまるところ天性にはそれらの感情を支払うべきあまり分がないばかりか。さらに多額の前借りがあって、会計としてはもはやそれらに対する責任が負えないというんだった。自然、飲みやその他の感情取りは、編集室へやってきた。 そこでそういう際に多くの人々がする通り、彼もまたいつかばかりは社を休んで姿を見せなかった。俺はどうしたってもう一度は社長とそのサイ君のことを言わずにはいられない。あの特別演出のあった日から半月くらいは静音な時が経過したろう。俺は税金であることだけは守ったから、依然として8時半には出社したが、 しばしば社長室からあの稽古な小ねの漏れるのを聞いた。俺はまだ俺の年齢としては無知であったが、それでもその小ねないし音声が彼ら夫妻の平和状態を示すのだということだけは察しがつくようになっていた。言ってみれば、社長はそのちょびひげと秘密文書によるうんちくをもっぱら彩君に提供したものだろう。が、 社長には社長で、またそこに計画があったものさ。これもまた後から分かったことなんだが、彼は次期の市会議員選挙に打って出るという野心を持ち始めていた。それで、これに要する事前運動のための軍資金を、そのどんよく告白なサイ君から引き出そうと図ったわけらしい。それについては彼は、 自分のちょびひげと秘密なうんちくとに莫大な自信を持っていた。ことにその彩君の思考に関しては、隅の隅まで熟知していたから、その効果にはかなりな程度まで安心していた風だった。人間がいつも自分自身によって欺かれ、自分自身によって失策するということは、悲しいことだと思う。社長は自分の技量をいささかも疑わなかった。 そこには確信さえ持っていた。にもかかわらず、しくじった。かの貪欲なヒステリー女は、社長の奉仕を占有することには少しも躊躇しなかったが、彼の申し出に対しては頭からせせら笑い、彼の鼻の前でぴしゃりととをしめた。あほらしい、あてが金持ってるとでも思ってたんかいな。冗談やあれへん。 集金が暗あ集まらな。今月はやってゆかれしまへんで。あほらしい。しっかりしとくなはれ。こう宣言するのを俺はこの耳で聞いたんだが、その葛飾のないせせら笑いには参った。俺には何も直接の関係はないんだが、それでもなんとなく世の中が鳴らし平べったくなるような。 たより薄い寂しさを感じずにはいられなかったものだった。11月になってからだったが、社長は売れ残って返されてきた雑誌を社会事業のためにと言って市長のその部へ寄付した。これは次期市議選挙に対する予備工作の一つだったんだろう。せいぜい三千部ばかりの古雑誌だったが、これを彩君との一文着を恐れて、 彼女には知らせずに寄付したものさ。俺は社長から特に頼まれて、取次店の倉庫から視聴者までの運搬の手伝いをした。なあ君、奥さんには内緒やで。社長はその時、俺を外へ連れ出して、多分牢絡するつもりだったんだろう。近くの横丁にある屋台のコーヒー店で、コーヒーを2杯をごってくれた。 君もサラリがが少のうてすまんけど、まあもう、ちっとのま、辛抱してえや。ワイもいつまでこんな役体もないことをしていやへん。いずれ近いうちに。まあそれは言わん。今はまだ言わんけどやね。君の将来はワイが承知したるね。今にきっと、君にも一花咲かしたるよって。だがそこでもまた社長は、足を救われた。 死の方では寄付を受けたものの、雑誌の内容には注意しなかったらしい。ル雑誌ならまあ、養老院とか孤児院とかいった関係配ればいいくらいの感じだったらしいんだ。ところが、受け取った現物を見て老媒したさ。親は子に隠し、子は親に隠さなくては読めない雑誌なんだ。市当局という立場としては、到底関係方面へ配れるわけのもんじゃない。 いろいろ会議があったものか、それともそんなものなしだったか想像外のことだが、一週間ばかりすると、社へ小遣いが来て、そのような雑誌の寄付は受け付けるわけにいかない旨を述べ、なお即刻こちらへ引き取るようにと言って帰った。その時社長が留守だったんで、サイが要件を聞いたということは、現実の悲哀じゃないか。そして直ちに、正確に言うとその翌朝、 俺が社へ出たときすでに。おい、ついでくれ。俺が階段を上って編集室へ入ったとき、社長室ではサイくんののしり声が聞こえていた。それはあの灰色の唇がまくれ上がり、むき出しになった上と下の歯がガチガチとなる行相を目の前に見るような声であった。俺はぞっと葬げだった。これは特別演出に属するだろうかどうか。 もしそうなら退散すべきなんだがと、椅子に片手をかけたまま迷っていると、いやいや、いやいや、いやや、出て行けこういう叫びに続いて、ドタンバタンピシャピシャという物音が起こった。俺はいくらか微笑したかもしれない。かなりの痛快な気分を感じたことは白状してもいい。ちょびひげ社長といっても、男は男であるんだ。 そこはやっぱり女とは違うんだ。こう思っていたんだが、そう思う間もなく、ふすまを開けて社長が飛び出してきた。額とほっぺたにひっかき傷が幾筋もでき、そこから血が出ているのを俺は見た。彼は寝巻きの帯広裸で、廊下へ飛び出すなり、その廊下へ座って両手をついた。悪かった堪忍してこの通りや こう言って彼は、その頭をむやみに上げ下げした。その運動の速さと回数については、誇張と思われる危険があるから言うのはよそ。しかし、サイ君は、キキキッと叫び、社長に飛びかかり、髪を引きむしり、頭やほっぺたをピシャピシャ平手で殴り、そしてつんざくような声で叫び立てた。あての金戻せドアホー盗人 ええ、悔しい。あんな小遣いなんぞに恥かかされて、何が高級的や。金戻して出ていけ。盗すとええ、どうしたろう。すまん、堪忍して。わいが悪かった。これから安情するよってな、これや。俺は、偶然と浮かない気分になった。多少は痛快だなどと思った想計を自分で笑い。 彼らの脇をすり抜けるようにして階段を降りた。そこには、いつかのように中井天聖がおり、女中の花ちゃんと喫茶部の宗い子が立っていた。出ましょう、中井さん。また特別演出ですよ。俺はこう言って、自分の醜いざまを立ち聞きされたものかなんぞのように、靴を突っかけざま、外へと逃げ出したものだ。 もちろんその日は社を休んで飲んだ。天性はどうにか都合をつけたと見えて、どこの飲み屋でも断られるようなことはなく、ある程度までは従前通り飲ませてくれた。あのちょびひげを笑ってはいかんぜ。彼は君、彼であって彼だけのものはあるんだ。天性はその夜、しきりに社長を弁護した。 人間があそこまで裸になるということは、徘徊的心境ではないんだ。君は部下にへいつくばった彼の姿から目を背けたが、あの姿に人間全体の現在を感ずることができなければ、到底文学をやる資格なんぞありゃしないぜ。ああ、男は悲しい。男は救われることがない。 天性はこうも言ったさ。ちょびひげは、はじめにあの騎乗を垂らし込んだ。彼はあの騎乗をがんじがらめにし、絞れるだけ絞った。彼自身そう思ったし、周、ま、りの者も,のもそう認めた。ところが全く逆だったんだ。がんじがらみに縛られたのは彼自身なんだ。絞るだけ絞られているのも彼自身なんだ。 あの騎乗の貯金帳は今元の10倍以上にもなってる。おまけにあいつは近いうち花熊へ酒場を出すそうだが、それを知っているのは今のところこの天聖一人だろう。社長は何にも知らない。彼は今すっからかんだ。不動産や貯金は元より、指名登録まであの女の名義になってる。向かれたのは彼の方さ。 彼の方がちょろまかされたんだ。あの、下船なきつね面の女悪魔めだが君。なあ君。天聖は両手で俺の肩へもたれかかった。これはあの、ちょびひげだけじゃないんだぜ。多かれ少なかれ、男はみんな同じなんだ。昔も今も、これからもさ。男はみんな、 女どもによって犯罪にあげられる子羊なんだぜ。俺は空腹の時見たように下腹からすっと力が抜けていくのを感じたと思う。やるせないじゃないか君。なんというからくりだ。もしこの世がそんなに手の込んだものだとするなら、いっそ海へでも飛び込んだ方がいいようにも思われる。俺はげっそりした。 けれどもそれで酔いが覚めるというほどご体操なわけでもなかったんだが、俺たちはまた毎晩のように繋がって飲み出した。知れたことさ。いや、そうばかりでもない。天性は倍くらい元気になった。金もなかなか持っているらしい。感情で飲めるところは感情で飲んだが、これまで入ったことのないてっちり屋だの、関東だきなどの 赤い大浄賃のぶら下がったうちなどへも入りそこでは金を出してちゃんと支払いをした俺はいぶかしいというよりも心配になってきただってそんなはずがあろうようには思えないどうかするとこれには不愉快な結果が伴うことになるかもしれない俺は言ってみたこんな具合にやっていて大丈夫ですか中井さん あんまり何してまた。b サイレント t 君はまだそんなちっぽけなことを心配しているのか君には中井天聖がそのくらいにしきゃ見えないのかその小ざかしい口を閉めろ。そして飲みたまえ。僕は僕の野心のいかなるものかを知っている。計画も見通しもついている。君は君を信じなければいかん。 飲みたまえ。彼は分断の流行作家を一と舐めに長老する。劇団の大化には哀れみの霊賞を浴びせる。詩について、また絵について彫刻について、ありとある日本の芸術分野にわたって容赦のない絶当を浴びせる。額を上げたまえ、君。目には見えないが、我々の頭には、 月桂樹の冠が任さっているんだ。彼ら何者ぞ。我らの時代が近づきつつあるじゃないか。それはもうそこにあるじゃないか。えい、こう手を伸ばせば、それは我らのものだ。旗を掲げよう。彼は俺を一度は福原の議論へも連れて行ったくらいなんだ。そして彼はいくらか超えた。 したがって、ぎろりとしたところが、地ならしをされて、少しはだらしなくなったようだったが、俺とすれば頼もしいようにも感じたのは仕方がないさ。中井天聖は、昼間は原稿を書いた。そして、社長は今度も彩君とうまく和睦したらしかった。夕方になると俺たちは飲み回った。元町あたりから西の方角へ、はしごをやって、 ひょうをあたりで切りあげるんだが、これは万一の場合、いたじくまで歩いて帰るのに備えたわけなんだった。のめのめ、のめのめ、世界のまるほど、ああ、愉快だ。君、握手をしよう。我々は生きるんだ。いいか、生きるんだ。生きるんだぞ、君。さあ、進軍だ。 天聖は情熱に燃えたわけなんだ。薄汚い小さな酒場の隅で、土間を下駄で踏みにじり、おしろいのはげたようなブクブクに太った女給の首を抱き、不意に何は節でオセロのセリフをあめき出し、ぐいぐいとビールを喉へ流し込んだ。諸君、脱帽したまえ。ここに僕がいる。僕が中井天聖だ。 そして女給のほっぺたへ吸いつき、椅子ごとぶったおれてヘドをついた。冷静に見れば多少は京ざめでなくはない。俺にしたってそこまでは断言しない。が、ともかくも天性は燃えていたんだ。何を言うか、それが狂体だと言って誰に笑う権利があるか。人間が純粋になればなるだけ、属人どもには滑稽に見えるだろう。 それが何だ天性は燃えていたんだぞ名声や利欲のためじゃない。何のためというわけじゃない。彼は芸術への情熱に全身をもやらかしていたんだ。何を言うか。さあいえ、一体君たちに彼以上の何があるか。人間には平和や家庭や健康で優秀な祭祀や、きちんともらえる月給の他にも、 大切なものがあるんだそのために身を削るほど苦しんでいるものだっているんだぞ。バカにするな。11月の月給日のことだった。神戸という土地はまやさんおろしとか言って冬の初めから敏感な風が吹く。俺が厄介になっていた大村さんのうちは妻の利休山の下で南向きの日当たりのいい環境だから暖かいが。 市内では11月末となると朝晩の寒さには誰しも叶なわないと言った。月給日のことだった。これだけは言わずにはおれないんだが、俺は社長からあっさりクビだと宣言されて、ある程度まで失望と驚きに打たれずにはおれなかった。君にも不満はあるか知らんけど、 こっちゃにも言いたいことはあるねんけど、わいわいよう言わんとくさかい。君もおとなしく引き取っとくなはれ。おかしいですね。それはどういう意味ですか俺とすればかなり首にはなりたくない気持ちだった。社長は何か誤解しているらしい口ぶりだもんだから、誤解が解けて首が繋がるものならと考えたわけなんだ。だが、 ちょびひげはついと月給袋を突き出し、一種の中途半端な表情でニヤニヤ笑った。もうええわいや。もう何も言うことあれへん。だが口は災いのもとっちゅうことがあるよってな。これからは気いつけなはれや。まるで不正乗車をして連れてこられた乗客に対するどこかの私鉄の駅長みたいような口ぶりであった。 彼は初めから終わりまで俺を見ようとしなかった。焦げ茶色のようでもあり、青黒いようでもある痩せた顔や思わせぶりなちょびひげも、ちっぽけなちょこまかした体つきも、何もかも急にいやらしく狡猾に見え、俺はクビになった落胆もあろうが、むかむか腹が立って乱暴なことを言うかするかしたくなってきた。コーヒーぐらいおごったって大きな顔をするな。 そんなぐらいの気持ちじゃなかったんだ。が、俺は彼を軽蔑すべき人間であると自分をなだめて、割としては平静に編集室へ引き上げた。俺が俺の所有物を片付け終わった時、廊下をこっちへ来る人の足音がした。すると社長が、中井班と呼び止めた。つまり、中井天生なんだった。多分月給をもらうんだろう。 俺は椅子にかけていくらか悲観めいた気分になりながら待っていたんだが、とにかく天聖には訳を話さなければならないと思った。彼はなかなか来なかった。低い声でしきりに何かボソボソ言っているらしいんだ。なかなか住みやしないさ。俺は廊下のところまで立って行ってみた。中井天聖は社長の前にかしこまっていた。両手を膝へついて、 たを垂れていたそしてその頭を下方へ下げてはお辞儀をしまたお辞儀をしては根徳な調子で言っていた「月給だって減らしてもいいんです」「酒を接することは断じて約束します」「なんだったら禁酒しようかと思っていました」「実際これでは自分ながら愛想がつきますから」 そらあ,あんたの好きにしなはれこっちゃはいいんでもらいさえしたら酒を飲もうと飲むまいと知ったこっちゃあれへんああなんと天性もクビになったんだ僕は雑誌を今の倍くらい売れるプランを持っているんですが僕はもっと書きます雑誌一冊全部僕が書いてもいいんです今面白い記事があるんでこいつは あっと読者に受けること間違いなしですが社長お願いですお願いしますどうかもう少し面倒を見てやってくださいお願いしますああ痛ましい俺は胸が潰れる天性はその頭を下方へ下げてお辞儀をしているじゃないか雑誌を一冊全部一人で書くとまで壮烈な気持ちになっているじゃないか 俺は何者かに対して怒りたく思った。七。もうやめときなはれ。ほして今日のうち引き取ってもらわなあきまへんで。待ってください、社長。もう一言。僕はこれまでご厄介になった恩義からしても、このままお別れするには忍びない気持ちです。まだご恩返しもしてはいませんですし。 社長、お願いします。このとおり。それ以上、俺としては、眺めているわけにはいかなかった。俺はそっちへ行った。そして、中井さん行きましょうと言いながら、彼の腕をつかんで立たせようとした。すると社長は、にやにやと笑いながら、こう言った。礼が少のうて、おきの毒やな。 その言葉と一種のニヤニヤ笑いとが、俺をけしかけたんだ。俺は自分でもびっくりしたんだが、カーッとのぼせたみたいようになって、礼はこっちからくれてやる。こう言ってちょびひげのほっぺたを、嫌というほど張り倒してやった。俺としては今でも悪くないセリフだったと思うがどうだろうか。そういう場合、尋常なことではなかなか思うようなセリフは出ないものさ。しかし、 すると天性が跳ね起きた。俺の張り倒す音が今度は彼をけしかけたんだろう。いきなり社長に飛びかかり、押し倒して馬乗りになった。この野郎なんだなんだこの野郎どもりどもり子をあめきながら、彼は上からむやみに社長の胸をこずいた。興奮しすぎてしまって気の利いたようなバりも出ず、 殴りつけるという考えも浮かばないのらしい。ところで、そこへ、あの、どん欲と無知と告白の塊であるヒステリなのサイ君が、引きつったような灰青い顔で飛んできた。知れたこと、唇がまくれ上がって歯がむき出しになっていた。彼女は、天性の背中へヒーとかじりついた。何さらす、このバラケツめ。 ヌスト彼女は金切り声で叫び立てたさ。誰ぞ来てヌストやヌストや誰ぞ来て巡査呼んで俺は彼女を突き飛ばした。これはうかうかしていては損害になるように思えたんだ。俺はヒてテようなのサイ君を突き飛ばし、天性を社長からむしり取った。サイ君がまた立ってきたからまた突き飛ばした。 社長をも突き飛ばしたかもしれない。俺としては大活躍なんだ。それから俺は畳の上にあった天性の月給袋を拾い、天性を引きずるようにして、まあその他いろいろしたさ。そして俺は靴を持ち、天性は下駄を持って外へ飛び出したんだが、あのいやらしいサイ君の盗人や、盗人やというあめき声が、 いつまでも後ろから追っかけてくるような気分には弱らされた。俺たちは、汽車道まで走り同士に走った。それから誰も追っかけてくる人間のないことを確かめて、ひとまずそこの道端にある材木のようなものに腰を下ろした。二人としては顔を見合わせたんだが、天性ははあはあ息を切りながら、はあ、はあ、君、やったなあ。 こういったもんだった。やりましたね。やったな、君、やったな。それから彼は、ケラケラ笑い出した。俺も笑いはしたようだが、彼は笑いが止まらないくらいで、しまいにはげんこつで腹を押さえ、涙をぽろぽろこぼしたくらい笑った。そうしてやがて落ち着くと、手の甲で涙を拭きながら、 真面目な口ぶりになって言い出した。結局は、この方がいいんだよ。君。人間はふんぎりをつける時が大切だ。ふんぎるんだよ、君。あんなけがらわしい腐った空気の中にいては、こっちまで堕落してしまう。この方がよかったんだ。むしろ祝うべきなんだ。天性はそこでちょっと目をすぼめたが、 やにわに立ち上がって、拳を前方へ出しながら叫んだ。飲もう君。こんな汚らしい金は、一銭も残らず、使い捨ててやるんだ。飲みましょう。中井さんの新しい出発を祝いましょう。俺たちは飲み回った。と言ったところで、俺の月給はいろいろな感情を差し引かれているから大してはない。 天性のも九段のごとしというくらいだったんだろうさ。だから初めのうちはできるだけ感情で飲んだもんだが、それでも単なる焼け飲みというだけではなかった。ように従ってそこは精神は高揚した。兵庫の安楽という小さな酒場を追い出されたのが最後だった。午前二時に近いような時間だったと思うが、思う存分に飲んだわけさ。 俺たちは星明かりの暗い道を歩いていた。時々歌も歌った。天性はよろけてばかりいた。二度ばかりヘドをついたように思う。俺は彼を抱くようにして彼と一緒によろけよろけ歩いた。恐ろしく寒い風が後ろから吹きつけてきた。電線がヒューヒューなり、アスファルトの道の上を紙くずが転げてきて、そして俺たちを追い越して、 向こうの方まで転げていったりした。8君、ちょっと、ちょっと休ませてくれ。天性はこう言って、もう家が間近になったところで立ち止まり、道の脇の枯れ草の上へ腰を下ろしてしまった。もうすぐですよ、中井さん。そこがもう四つ角ですよ。いや、だめだ。 帰れない。天性はぐらっと頭を垂れてうめえた。僕がおぶってってあげましょう。こんなところで何していては風邪をひきますから。ね、中井さん立ってください。君は構わず言ってくれたまえ。僕は帰れないんだ。うちへは帰れないんだよ、君。どうしてですなぜ帰れないんですか 女房が来ているはずなんだよ。奥さんがですってそうなんだ。あれが来ているはずなんだよ。俺は天性が酔っ払って上事を言っているのかとも思った。だが彼はぐっぐっと喉で妙な音をさせ、どうやら泣き出したような具合だった。社長のやつ、僕に、 今月から月給を2割増してくれると言ったんだ。あいつのために秘密出版の原稿も書いたし、その金はもらって飲んだけれども、僕は信用したんだ。それだけあれば生活ができる。どうやら夫婦で食うくらいは食って行ける。それで女房を呼んだわけなんだ。しきりに風が渡り、すると波の寄せるように、 枯草が遠くの方からさあさあとこっちへなり騒いできて、二人の周りを向こうの暗がりへとなり騒いでいった。女房には随分苦労や心配をさせてきた。今度こそ二人で所帯を持ち、いくらか楽をさせてやれる。そう思って手紙を出した。女房は喜んだ手紙をくれた。 そして今月いっぱいで暇を取ることにして、布団や何かは二三日前に着いたんだが、今朝あれから電報があって、今夜の九時に神戸へ着くと言ってきたんだよ。それじゃあ、僕たちが飲んでいた自分そうなんだ。僕たちが飲んでいた自分、あれは神戸へ着いたんだ。誰も迎えに出ていやしない。 一人ぼっちで、初めての土地なんだ。あれは自分で荷物を持って、ところ番地を頼りに、こんな寒い夜道を。彼はまた、喉をぐっと詰まらせた。それからしばらく頭をぐらぐらさせ、手を振り回し、苦しそうに身をもんだ。君はさっき、僕が社長の前に塀つくばって、 くどくど哀れみをこっているのを見たろう。そして多分軽蔑したことだろう。しかし俺は、もし社長がそうしろと言えば、犬のようにちんちんでもおまわりでも何でもしたと思う。俺はクビになりたくはなかった。何としても努めていたかったんだよ。何を言うことができよう。俺は偶然としたような感じで、 多少当惑もした感じで、満然と腕組みをしていた。僕は、君に対しても恥ずかしい。冷や汗が出てならない。芸術だとか、野心だとか、人の作品を罵倒し、人を嘲ざけり、笑い飛ばし。我らの時代だの、旗を掲げようだの。嘘っぱちだ。僕自身がよく知っている。 何もかもでたらめのうそっぱちだ僕は僕の才能によって落ちるところへ落ちてきたのさ許してくれた前君僕はいつも恥じていたんだ僕はこれだけの人間なんだよ俺としては慰めようがないわけなんだけれどもそれ以上は聞いているには耐えられないさ 俺は彼を抱き起こした。まあ、ともかくもというより他に、格別の思案もなかったもんだろう。俺は彼を彼の家のある路地口まで送っていった。そして路地の中を覗いてみないわけにはいかなかったんだが、行ってみれば嫌な気持ちなんだが、そうすると、真っ暗になった長屋のある一軒だけ、障子に明るく伝統の光のさしている窓が見えた。 俺にはそこから見えるような具合なんだ。裸伝統の下に一人の中年の女が座っている。そばに何かの風呂敷包みかなんかを置いて、疲れたような顔をしてじっと座っている一人の女の姿がさ。君はこれを機会に東京へ帰ってくれたまえ。そしてしっかりやってくれたまえ。 天聖は別れるとき、俺の手をぐっと握った。決して、すきについたり、投げた気持ちになっちゃいけない。どっちにしたって人生は苦しいもんだ。苦しむんなら、自分の本物で苦しむべきなんだよ。じゃあ、さよなら。さよなら。頼むから僕のことは、忘れてくれたまえ。 そして俺は、天性と別れたわけさ。中井天性が死んだことは、一週間ばかり前分かった。あのお人柄な田口四郎氏から手紙で知らせてきてくれたんだが。なんだ、もうカストリもおしまいかちぇ。俺としては、修五郎のごちになんぞうなる気持ちはないんだ。 人生はどっちにしても苦しい。苦しむなら自分の本物で。天性としては、キザな教訓見たようなことを言っちまったものさ。ところで、十八枚くらいのライトモチーブの娯楽性のある小説の種はないかね。女房のお三坊さんなんだが、それはそれとして、まあそれもあるが。 もう酒もなしか。